涙の谷とは、シリアイスラエル間にあるゴラン高原の北部にある地域の俗称。1973年の第四次中東戦争の初戦におけるイスラエル軍とシリア軍の間に正規した涙の谷の戦いで知られる。涙の谷は、ゴラン高原東北部にある町、クネートラの北にある丘のテルヘルモニットからブースターまでを結ぶ南北2トル 東西 1.2km のクボチ地帯のことを指す。1973年10月に勃発した第4次、中東戦争の初戦において、シリア軍第7不評士団はこの地域の突破を図り、防御側のイスラエル軍第7機構旅団との間に、戦闘が正規した。涙の谷方面では、第7不評士団が展開、モロッコ兵からなる機械化不評旅団の援護のもと、 涙の谷を突破した後、ヨルダン側方面とイスラエル軍の前進指揮所のあるナファクに対して進出、攻撃をかける計画であった。また、戦火拡張、または攻撃が停滞した時の増援として、第3機構士団と共和国新英旅団が後方で待機していた。一方、イスラエル軍は第188旅団の 第74戦車大隊を一時的に指揮下に置いた第7旅団が71戦車大隊、前述の第77大隊の3個戦車大隊を展開、戦車をハルダウンさせてシリア軍の前進を待ち構えていた。シリア軍はパープルラインに沿ってイスラエル軍の構築した対戦車号と地雷腹を突破するために加工戦車やローラー付き戦車を先頭に配備して前進したが、 射距離2000メートルから攻撃を開始したイスラエル軍は、それらの車両を優先的に撃破することで、第7師団の前進を止めることに成功した。また、イスラエル空軍機による近接航空支援も行われたが、SA-6 や10-23から4といった、シリア軍の対空火器に次々と撃墜される、ありさまであった。夜になっても戦闘は続けられたが、 ここで両軍の装備の差が明らかになる。シリア軍は T-55T-62 戦車に報酬用暗視装置を標準装備していたのに対し、イスラエル軍では報酬用暗視装置の配備が進んでおらず、数量に一量の割合で投降用オーライトが装備されているに過ぎなかった。このため、第7旅団は、 シリア戦車を昼間の交戦距離の半分以下である800メートルまで引き付け、敵戦車の発砲炎や撃破された戦車からの炎を頼りに射撃を行うことでしのいだ。しかし遠距離での攻撃が行われなくなったため、シリア軍は夜間のうちに対戦車号への佳境や地雷、腹の警戒を行うことに成功した。7日3時、イスラエル軍に攻撃を行ってきた第7、師団所属の 第78機構旅団は再編成のために一時交代。この地点でシリア軍は計100両の戦車、装甲戦闘車両を喪失していた。7日朝、第7師団は再編成を完了した第78旅団による攻撃を再開した。第78旅団は約3から4キロメートルの範囲で攻撃をかけたが、第7旅団は2 5 0 0ルから1 0ルに至る。 車距離で次々と第78旅団の戦車を撃破していった。13時200両の損害を出した第78旅団は再び交代した。前日同様モロッコ旅団は戦闘に参加せず、第7師団所属の第68不評旅団もドゥルーズ派兵士の反乱が発生して行動不能を不評の効果的な援護の得られないまま第78旅団は 攻撃を行ったのである。だが、第7旅団も次第に戦力の消耗が目立ち始めるようになった。22時、第7師団は第1機械化旅団と第3師団からの増援である第20戦車旅団をもって夜間攻撃を再開、シリア兵、戦車の一部は第7旅団の後方に浸透したため、第7旅団の戦車兵は60から80メートルでの 全周囲戦闘を余儀なくされたが、翌8日の2から3時には、戦況が安定してきたため、第7旅団はこの間に、稼働戦車への補給、修理を行った。第7旅団は4時頃の構成も、車両約130両を撃破して撃退したが、旅団戦力の消耗も深刻を極め、稼働戦車は6日の120両から約40両にまで低下していた。人員の消耗も同様で、 71大隊長のラッテス中佐が戦死したため71大隊の残存戦力はカハラニ中佐の77大隊に編入された。またもや涙の谷の突破に失敗した第7師団はアサド旅団をはじめとする予備部隊を投入、再び夜間攻撃をかけようとしたが、攻撃準備中にアブラシュ師団長の指揮車両に砲弾が直撃、アブラシュは即死した。 師団長の後任には再度ベラクタル巡序がつくことになったが、アメリカ陸軍式幕僚大学への留学経験も持ち、シリア軍の数少ない地償であったアブラシを失った第七師団の混乱は大きく、攻撃は翌9日に延期された。繰り返すことになるが、第七旅団は3日にわたって第七師団の攻撃をことごとく撃退したものの、 戦車兵は3日間ほとんど休息を取らず、残された稼働戦車にも平均3発の悲願庫があった。弾薬も停車している戦車は撃破、棄されているはずだから動いている戦車だけを撃てと、カハラに中佐が命令するほどに不足し、第7旅団の能力は限界に達しつつあったのである。砲撃を行うイスラエル軍の 155mm ソルタム自走砲。 もともと、イスラエル軍は、空飛ぶ砲兵として、空軍の近接航空支援を重視していた。ためラン高原に展開していた火砲は少なく、さらに、ゴラン高原一帯を見渡せるヘルモン山の山頂が、シリア軍に占領されたため、イスラエル砲兵は、かなりの苦戦を強いられた。9日朝、アサド旅団等の増援を受けた第7、師団は砲爆撃をもって、一大攻勢を開始した。 さらに未マイナス8兵員輸送ヘリコプターに登場した、不評が第7旅団の後方に降下、行為を図った。第7師団の攻撃はこれまでになく、過熱を極め、カハラには全周囲戦闘をしながら交代した。10時ろ、第7旅団の稼働戦車は、カハラにの指揮するわずか7両しか残されておらず、砲弾もほぼ尽きていた。 第七師団とアサド旅団は次々と戦線を突破、第七旅団は壊滅寸前であった。ベンガルが退却を決断しようとしたその時、第188旅団の残余と修理を終えた戦車11両で臨時編成され、ナファクから第七旅団救援のために出動したベンハナン隊がナミの谷地区に到着した。第七旅団の戦力は、 手多いの戦車18両に過ぎなかったが、シリア軍は、ベンハナン隊を本格的なイスラエル増援部隊の到着と思い込んだため、ベラクタル師団長は、第七師団とアサド旅団に交代を命じた。第七旅団は交代する第七師団を徹底的に追撃し、4日前の攻撃発起点にまで押し戻した。ゴラン高原全域でも、イスラエル軍の増援部隊が到着し始めたため、 シリア軍は後退を重ね、10日には、シリア軍は、ゴラン高原からほぼ完全に駆逐された。第7旅団は2日間の休息、再編成の後、シリア領への逆進行作戦でも、先方を務め、イスラエル軍がダマスカスを長距離砲の射程に収める、ところにまで進出したところで10月23日停戦、イスラエルがシリアに対しての勝利を収めた。現在、 第7機候旅団は第188機候旅団と共にイスラエル最高の舞台の一つとしてゴラン高原の守りについており涙の谷周辺にはイスラエルシリア領軍の激闘を称える記念碑が数多く残されている涙の谷2010年の撮影左側の丘にショット戦車が見える世紀の戦車対決10月戦争ディスカバリーチャンネル グレイテストタンクバトルズ2015年4月1日、閲覧。ありがとうございます。